ボンジュール、ボンジュールだ。おい、どうする？さあ、キヨキヨ、さあ、ケンツメシ、勝負だ。おい、はい、今日は2月14日、バレンタインでございます。はい、ね、実はこの後、今日の夜8時から、ドズルさんのチャンネルでね、あのね、バレンタイン特別企画、一番モテるのは誰だっていうね、この勝負、ドズルさんとキョウキョウさんとケンツメシと勝負するから、あのね、誰が一番モテるかなんてね、そんなのね、もうね、分かりきってる、もう、申し訳ないよ。うん、あれだよ、まあ今年な、今日バレンタインだけど、今のところまあまだその甘い、黒くて甘いものはもらってないけど、それは関係ないんだよ、モテるモテないに、そのうん、チョコにモテるモテない関係ねえんだよ、関係ない。あのね、そうないかにモテるかっていうのをね、ちょっとまあ解説しようかなと、解説語ろうか。うん、あ、まずね、バレンタインの思い出、あれだね、やっぱりあのバレンタインの思い出だろ、あれだよ、特にない。あれだ、あのなんていうの、その特別、その記念日みたいの意識しないタイプだから、毎日記念日だから、毎日サラダ記念日だから、そうだからね、そんな、まあ、意識したことはない。うん、バレンタインもクリスマスもな、意識したことはない。まあでもね、まあモテるね、ある、いっぱいある。モテる武勇伝じゃない、やめよう、武勇伝じゃないけど、そのモテるエピソードいっぱいあるよ。あれだ、あの昔ね、そうこれレストランでバイトしたことあるの、あのウェイターあの物持ってるウェイターのバイトの時モテたな、あれはモテた、あれははっきり言ってモテたよ。だってさ、もうなんか入ってくる人みんな俺のこと呼ぶのね、めちゃくちゃもう男も女も年寄りも子供もみんな俺のこと呼ぶの、すごい呼ぶ、必ず一回呼ぶね、みんな入ってきた俺のこと、たまになんかやっぱね、すいませんとか言って、すいませんって、いやこちらこそすいませんだよ、エキスキューズみたいな、本当に。あの時は持ってたね。あとね、あとコンビニのバイトの時も持ってたね、持ってた、あれはっきりと持ってたと言っていいでしょ、一番持ってたじゃん、全盛期。あのだって、あとさ、コンビニでレジになってるだけでみんな俺に寄ってくるの、もうお金もくれんだよ。だってあの時最高ね、1時間でだいたい1050円ぐらいもらえた。うん、あれは持てた、最強だな、これはね、最強に持ててると思う。なので今年もっていうか、今回の誰が一番モテんだ企画、一番モテ男は誰だ、ドズルさん、キョウキョウさん、ケンツメシ、はっきり言って敵じゃないとだけ言っておこう。ということでね、正直ね、だんだん、わかるかな、だんだん寂しくなってきたの、ちょっとね、持ち直す、夜8時までに持ち直すんで、皆さん、概要欄にリンク貼っときますんで、今日の夜8時から、バレンタイン特別企画、最強のモテ男は誰だ、よろしくお願いします。では、アディオース。